作品賞はバクマンです。大根監督、川村プロデューサー、どうぞ。おめでとうございます。作品賞はバクマンになります。大根仁監督、そしてプロデューサーの川村元気さんにお越しいただきました。そしてお祝いに駆けつけてくださいましたのは、この映画のヒロインになります小松菜奈さんです。では小松菜奈さん、おめでとうございます。僕はこの日本プロフェッショナル映画大賞という賞が、あのお世辞ではなくとても好きで、あの5年前にモテキという映画でデビューした時に唯一に近い形で新人監督賞というのをこの日本プロフェッショナル大賞でいただいて、それが本当に励みになりました。まあその割にはその受賞式の時に壇上で居眠りをしてネットニュースになるということもあったんですけど、まああの時ネットで書いたのは、オリコンスタイルだったと思うんですけど、今日もいらしてますかね、あのことは一生忘れないと思うんですけれども、はい。前回あのモテキで大根さんが居眠りをした時は僕は来れなかったんですけど、あの今日せめて僕ができることは、あのさっきあの裏でハイボールを飲み始めた時にあの飲みすぎないようにすることと、あとサングラスで来るなっていうことを、あのまあすごい調べて、 Google で調べていただければサングラスで居眠りする写真が出てくると思うんで、あの今日はあのまともに受け答えしていただいてほっとしております。せっかくですから染谷翔太さんも何か一言はぜひ。すごい油断して、いや、おめでとうございます。いやもう本当に何ですかね、こうやって自分もこう賞をいただき、こうやってバグマンもこう賞をもらって同じところに立ててるのがすごい嬉しいですね。え、ダメですか。もう大丈夫だよ。ありがとう。いや本当嬉しいです。おめでとうございます。おめでとうございます。小松菜奈さんは大根仁監督とお仕事ご一緒して、どんな監督だと思われましたか。いや、どんな、もう2年前だしね。そうですね、なんかとにかくすげえ下手だったんですよ。そう、すごい、もう迷惑かけてばっかりでした。あのオーディションで選んだんですけど、あの他にも来てた、あの結構なあの名だたる女優さんたちを差し置いて一番下手だったんですけど、それでもなんか一番光るものがあったんですよね。だからなんかこの人にかけてみたいっていうふうに思えた。そしてそれが2年経って今このポジションにいるっていうのはね、素晴らしいことだと思ってますが、なんで俺が喋ってんだって話ですけど。ありがとうございます。